皆さん田んぼへようこそ。ここは浜松市の北にある細江町です。雲がとても綺麗ですね。橋の上を車やトラックが何台も走っていますね。これは何でしょうか？これはうなぎアイス。うなぎのアイスクリームです。食べたことがないのでどんな味かわからないんですけどね。皆さんはこれが何だか知っていますか？これは銅鐸です。銅鐸というのは金属の銅でできた鐘のことで、昔の人が宗教的な目的で使っていました。浜松市には昔の人が地面に埋めた銅鐸がたくさん残っています。細江には銅鐸の資料館があります。